はい、新王子でございます。こんにちは、新です。ぴょん、こちら私立恵比寿中学というアイドルグループのこちらの紙をもらってきました。ね、今フェアをやってるということで、はい、全国のねこちらのコンビニで多分やってると思います。で、恵比寿中学とはね、私立桃色クローバー Z の妹グループね、これはもうアイドルグループだそうです。9人組の、はい、アイドルグループです。よくわかりません、僕は。はい、ももクロわかりますが、これはちょっとわかりませんね。とまあ、僕アイドル好きなんで、アイドル好き、オタク、二次元好きでもありますけども、仮面ライダー好きとか。でもなんか、いずれかこれも、なんか興味が出てくるかもしれませんが、よろしくお願いします。だってですよ、僕パスポにも興味があるんですから、絶対このアイドルもきっと興味が出てくるかもしれませんで、ね、ももクロの妹グループですし、なんでね、その時はよろしく。今、こちらの、ね、恵比寿中学という、はい、私立恵比寿中学というグループなんですけども、興味がある方はぜひ、これコンビニに行った方がいいですよ、本当に。そしたら結構グッズとかもらえるそうなんで、一番いいのが、なんかライブ、こちらの、この子たちのライブに行けるそうなんでね、皆さんもぜひ、これ興味がある、方がいればね、ぜひ参加してみたらどうですか。こちら、はい、桃色クローバー Z の妹グループの私立恵比寿中学。はい、ね、まあこちらもなんか参加してみてください。あとですよ、僕はですね、ワンピースも興味が出てきてるんですけども、今日はちょっとね、まあトリコも興味が出てきました。やなんかね、見てたんですよ。なんか、うん、YouTube とかなんかあれですね。そういうやつでちょっとトリコ見てたんですよ。そしたら、このアニメ面白いなと思って、なんか。なんかそのトリコは食材をやっつけてね、なんか食べるというね感じで、も本当にあれはちょっとハマってしまいましたね。ドラゴンボールは本当はでもね、できればね、まあサイヤ人編じゃないですけどね、魔人ブーのところまでできればやってほしかったんですけども、ちょっとそれからトリコやってくれればまあよかったんですけども、まあでもトリコが始まったということでね。でも、まあ、ドラゴンボールも好きですけど、トリコもね、あれもジャンプアニメなんでね、トリコ大好きで、ほんと。もうジャンプアニメはやっぱ最高ですね。うん。日曜日2つもやるんですからね。本当にあれは、本当に嬉しいです。なんでね、トリコ、あれハマりますよ。ちょっとね、この世の食材に、感謝を込めていただきますと、ちょっとハマってしまって、食事中にちょっと使ってみたこともあるんでね、はい、今日ね、やっとラーメン食べた時も、なんか、トリコの言葉を使ってしまいました。それぐらいハマりましたね、トリコには。なんでね、絶対ジャンプアニメハマりますから、皆さんもおすすめしたいですよ。なんで、ジャンプアニメに興味ある方は、ぜひトリコとか見てみてください。はい、ということで、今日、まあ、こちらがメインですけども、私立恵比寿中学のパンフレットの紹介でした。以上、新大勢のごちそうでした。ありがとうございました。じゃあねー。